不動会トップ2審は無期懲役に死刑判決破棄の裏側 <laughs>、はい、え今週火曜日特定期刑して。 特定危険指定暴力団工藤会が関わった4つの一般市民襲撃事件をめぐる控訴審開かれまして福岡高裁は1つの殺人事件を無罪といたしまして工藤会トップの野村悟被告に対する一審の死刑判決を破棄しまして無期懲役を言い渡しましたさあこの判決は一体何があったのかということですが増田さん昨日このニュースも大きく報じられましたけれども改めてお願いいたします。 はい。あの、うん、これは一審に関してはですね、実際に再判決においては、はいえー、工藤会トップの野村悟総裁に対してですね、うん、死刑判決が下されたというですね、かなりちょっと驚きの判決が出たのが一審だったんですね。うん、で、どうしてなのかというと、あの、別にこの、えー、野村総裁がですね、直接手を下したわけじゃない。つまり、射殺に、うんえー、したわけではない。うん、けれども、その野村悟総裁のですね、うん、指示や意向が強く反映されて ていたんだろうということで、結果的に、えー、凶暴が問われてです、ね、まあ、殺人の凶暴が問われて、死、え、刑、ー、判決という形になったわけなんですけれども、はい、ただ、その維審判決を見ていくとです、ね、推認という言葉がたくさん使われているんですよ、うんえー、推測の推移に認めるということなんですけれども、はいうん、つまりどういうことなのかというとです、ねえー、工藤会というのはピラミッド型の組織であって、上位下脱が非常に厳しい、そして強い組織だから、うん、やっぱり、 その組員がですね、うん、そういった事件を起こすにあたっては、ですね、うんえー、その組織のトップの野村総裁の強い意向が反映されたんだろう、うん、指示があったんだろうということが推認される、はい、推測されるという意味ですね、うんうん、ということを、えー、積み重ねていった結果、ですね、うん、まあ結果的には共謀が問われて死刑判決になったんですけれども、うん、ただこれについて、ですね高、えー、裁二審判決は、ですね、うん、まあそれが合理的なですねあの根拠になっていない。 ということで、これをひっくり返して、4件のうち1件がですね無罪になり、そして残り3件によって無期懲役にということになったわけなんですけどね、ただ私、ちょっと思いますように、今回の裁判で最も問われていた点に関して言うとね、何がどこにあったのかというと、あえてですね批判を覚悟で言うとするならば、要するに法律の前に、やはり一般人とボイルガン組員というのは、区別されなければならないのかどうなのか。よく報道の 法の下の平等というふうに言うけれども、うんうん、やはり、えー、そういった犯罪組織、犯罪組織のメンバーというのは、ちょっとやっぱり一般人とは違ったルールが適用されることが、是なのか非なのかというところが問われる裁判だと思うんですよ。うんうん これはは法律とはどううあるかっていうお話ですよねね、うん、そうなんでですすからなぜそういう言うのかというとですね普通であるならば人を裁くにあたってはやっぱり法と証拠に基づいてよく検察がね、うんえー、起訴をする検察がこういった言葉を作る、ね、使うんですけれども、うん、法と証拠に基づいて、まあ、起訴すべきものは起訴しそして、えー、有罪になるものは有罪になるというのが言われているわけですけれども、うん、やっぱり人をです、ね、裁くにあたってはその根 根拠となる法律がないといけない。うん、法律がないにもかかわらず処罰をすることは、それは臨時つまり死刑と私の刑、死刑と一緒だと。はいうん いうことになってしまうわけですね、うん、まず法律が必要、そしてその法律を適用させるためには、うん、きちんとした具体的な証拠が必要だと、うん、証拠はないままに、うん、その法律を適用させ,るさせるということは、法治国家としては、やはりやってはいけないことなんだという、うん、そういった意味で、そういったまあ次回の念も込めて、ですね、うん、法と証拠に基づいてということをよく使うんですよ。うんうん、じゃあ、今回はもちろん法律はあるけれども、法を適用させるにあたって、 その証拠があるのか。 っというと特にですね、えー、漁協の組合長の殺害にあたってはですね、はいうん、まあその睡眠に睡眠を重ねたということもあってまあ言ってみれば裁判官の、うんえー、推測の範囲の中で結果的にやったに違いないという心証を強めたためにですね、うんうん、有罪死刑というのが決まったわけなんですけれども果たしてそれで いいのかどうなのかということがね、ねえ問われた。 わけなんですね。で、結果的にですね。その点については、やはりその問題があるということで、うん、結果的にあのこの部分については無罪という形になってしまったんですよ。うん、で、残り3つの事件については、えー、その序列の中で最終的には野村被告が重要な意思決定をしていたということで、今日も認めてるということ認定してるということなんですよね。そうなんですね。うん、じゃあ、なぜその一件については認められなかったのかというところなんですけども。うんうん、その当時。 この事件が起こった当時ですね、うん、組織のトップではないんです。 野村総裁は、うんうん、当時はね、ナンバー2に近い立場にあったわけなんですけれども、うん、そうすると、そのピラミッド、さっき冒頭申し上げたように、ピラミッド型の組織であって、上位下脱が、えー、非常にです、ねえー、厳しい、ね、うん、え強い組織だというふうに言ったところで,です、ね、うん、じゃあ一体そういうどういう意思決定のプロセスがあったのか、うん、どういう指示があったのかというところを、もう少し具体的に述べなければ、ね、うんうん、証明していかなければ はですねやはりここは、えーまあ、有罪には問うことはできないということだったんだろうと思いますね。うん、あの一審の、ね、判決の後にまに、あ、裁判長にですね、うん、生涯後悔するぞみたいなこと,ということを言ったというところで、えーまあ、これも大きく取り上げられましたよねスタさん当時ね。で,でね今回の裁判では不規則な発言があった場合にはすぐに裁判大抵を命じますというところが事前に、まあ、通知されたということでもあるんですけれどもなんか例えばこの言葉があることで我々はねなんかそこん ところでまさか、まあ、ありえないとは思うんですがその司法というものが少し変わった判断になったのかなというところも想像してしまうんですけどもこの辺りというのはどうなんですか そういったね、あの、ところに対して、非常に恐怖を覚えてね、仮にね、裁判官が判決を負けてしまったというところも指摘がないわけじゃないけれども、それをやってしまうとですね、やはりその裁判官としての的確性に問題が出てしまうとなってしまいますから、それは私は絶対あり得ない話だと。 思いますけどねいますで加えてもう1点言うと、ですねやはりその確かに、ね、これはラジオ機聴皆さん方の判断に任れられるんですけれども、うん、例えば暴力団関係者からも何人も取材してみますとね、ね、うん、やはりその辺に対して、つまりどういうことかというと、要するに、えー、非常にこう不公平じゃないかと、うん、なぜ、えー、暴力団組員だからという理由だけで死刑判決が下されるのか、うんね、というところに対して非常に強い反発が関係者 以外つまり、工藤会関係者以外からも起こってきた、ボールドガンクビンの間からもあったことは事実ですし、うん、でもう1点ですね、やはりその人権ということに強くこだわる弁護士が、うん、えこのね、西においては弁護団長を務めた安田弁護士、うん、あの例のオウムの裁判の時にね、はい、え登場された方ですけれども、うん、まあこのね、えー、人権というところに照らして、おそらくそのあたりをです、ね、非常に丁寧にというかです、ね、えー、まああの立証していったんだろうなと思いますね。 うん、あの一方で、ね、その野村被告も田上被告もです、ねえー、今回、えー、さらに最高裁に即日上告しているわけなんですけれどもさあこの辺りというのは最後どうなっていくんでしょうかね。 ですからね、えーまあ、言ってみればこの辺はそは、裁判官の、うん、あるいは最高裁の、うんえー、判断に委ねられるんですけどね、今からこうなるとかっていう予測は、ねうん、つけてはいけないと思うんですけれども、ただですね、やはり法の下の平等っていうのがどうあるべきなのか、ね、うん、例えばね、うんあの、アメリカにおいてはマフィアのメンバーということだけで、うんえー、これは罪になっちゃうんですよ。 その組織のメンバーだけで罪になってしまうんですよ。ただ、日本の場合は、要するに、えー、暴力団、ヤクザ組織の組員だからといって、うん、そのことだけでもってね、うんえー、違法行為にはならないわけですね。ちょっとそういう事情は違いますけれども、うん、そうすると、じゃあ、この暴力団組員というね、うんえー、ヤクザの組員というのをどう日本社会の中で、日本の法制度の中で扱っていくのかというところが今後問われていくのかなと。うんうん、つまり、反社会的組織、つまり日本の法律を 従わんないということを前提としている組織ですから、うんねえー、そのことに対して、えー、日本の法律はどう向き合うのかっていうところが、<ー>ですから、そういった意味で言うと、もう要行為を、ね、前提としている組織なんだから、うん、要するに、1、え、罰、ー、100回じゃないけれども、うん、厳しく対応したとしても問題ないとするのか、うん、それともです、ね、そういった人たちも、法律を守らないというと公言した、はばからない人たちもです、ね、うん、やはり公平公正に裁かなきゃならないのかというです、ね、うん、非常に難しいところが、うん 今後問われてくるとなると思いますね。あの本当にいつも思うのは、まあ今回の件に限らず、あの感情の部分とね。気持ちの部分と法律の部分っていうのは、はい、必ずしも一致するわけじゃないじゃないですか。例えば、えー、極端に言うと一人でも人を殺めたら、もうその人は死刑であってほしいっていう私の感情の部分と法律の部分ってもちろんその可能性はありますけど、必ずしもそうではないわけですもんね。 のののの部部分分いいううははねね法律そこを司法がまあどう判断するかということなんですけれども、うん、まあこれあの確かに須田さんおっしゃる通りじゃあこのまま最高裁に行ってももちろんえいろんな判決はあるんですけれどもなかなか前例とかいろんな判例を考えた時になかなかえ今までと全く違った形の判決っていうのは出しにくいんじゃないかとか、うん、いろんな推測ある中なんですけど確かに一方で今その反社会的勢力にえ所属をしているどうかっていうのは我々いろんな ろんなところでチェックされますよね私はそうではありませんみたいなところだったりとか、はい、少しでも関わりがあるとなった場合にはいろんな経済活動も含めて菅、はい、田さん制限はされるわけですもんねもっと言うとそこと取引があったというだけでこちらの経済活動も、うん、止まるケースがあるわけですもんね。はい 例えばね、非常にこう厳しくね、チェックされるところっていうのは、うん、例えば講演会であるとか、はいはい、あるいは企業の CM に出演するにあたって、私なんかもですね、うんえー、そういった反射チェック、まあ、そういったところに対して、署名な推移を求められますよ、なおかつ、ですねこういった番組に出るにあたっても、その辺についてはきちんとチェックされていること,と思いますけれども、そういった意味で言うと、これは防犯条例というところがか変わってくる、条例にかかってくるんですけれども、じゃあ、そのことをもってしてね、うん、要するに、えー 一般の人のそういう条例法、法律がない中で、うん、それで裁かれていいのかどうなのかっていうね、うん、ただ、今回は最高裁ですから、うん、これが確定判決になって、判例として残るんですよ、うん、つまりどういうことかというと、はいうん、要は、その暴力団組員であることを理由として、一般の人たちも厳しい判決を出しても、それはそれで日本の法,法,法,、ね、法体系に対して合致してるんだというね、判例になってしまいますからね。うん、すね要するにその 影響といいうののは今後非常に大きなものが出てくると思いますねだからあの一般的にやっぱり裁判官の方とか、まあ、それこそ弁護士の方とか含めてそうですけれども話を聞いた時にその、まあ、もちろん時代は移り変わっていくんだけれどもかといってそのやはりちょっと踏み込んだ判決を出すとなってくるとそこに対する考えっていうのはお人によりますが須田さん非常にデリケートですもんねその辺りその<で>前例ということにもなりますから。 うんえー、ですから私はね、あの法と証拠に基づいてというね,うね、えー、この言葉の持つ意味というのが、今後、改めて問われてくると思いますからね、うん、本当にそうですよね、あのおっしゃる通り、じゃあ本当に人権は全くないのか、でもまあ、それで例えば被害に遭っていた方からすると、ね、なんとかして、えー、そのね、えー、グループを壊滅してくれという思いという感情の部分と、うん、うん、いうところ、どう整合性取っていくのか、まさに法の下の平等という言葉をどう捉えるのか。 いや確かにそうやって考えると法律ってのは、うん、取りようにやったら解釈須田さんいろいろありますもんねそうですねはい。さあそのあたりのお話にもまたなってくるんでしょうか須田さんいよいよ4月20日の専門家スペシャルあと1月ちょっとなってまいりますがい,いい裏ネタ入ってきましたいやもうガンガン入ってきましたねもう今ね腕ブンブン回してますよ、はい、ありがとうございます4月20日土曜日お昼の1時から上泉雄一のエーナ専門家スペシャル激論大阪春の陣梅田上昇ホールで会 でございます須田さんもちろん高橋大一さんそして石田英二さん私は泉西村アナウンサーも登場でございますあの今週の月曜日に一般発売開始されたんですがえ、うんえー、ローソンチケット須田さんおかげさまで結構これできております<え>ありがとうございますありがとうございますもてぎさんも買ったのかなこれ、ね、<laughs> 買ってるかもな配信は買ってるかもしれませんよ <laughs> 配信でもデキさん聞いてた面白いや聞いててほしいな。聞いてて欲しいですか。はい、観覧チケット三千七百円、配信チケット二千円でございます。インターネットとロッピーなどのローソンの店内端末からも購入でございます。詳しくは番組ホームページ、ツイッターご覧をいただきたいと思います。あのぜひスタさんのイベントならではの裏ネタもこれ本当に楽しみに皆さんお待ちでございますので、さらなる裏ネタの追加をお願いしたいと思います、はい。もう絶対そうさせ<お>ます。皆さんぜひ。はい、スタさん今週もありがとうございました。 ありがとうございました。